戸高選手お疲れ様です。まずは復帰おめでとうございます。途中出場となった前節金沢戦を振り返ってみてください。まあ試合公式戦出るのがまあ久しぶりだったんですけど、まあまあ負けてる状況の中でこう入っていったので、まあ1点でも多く取れればいいかなと思ったんですけど、まあ課題が残る結果となってしまったのはちょっと悔しいなと思います。そんな中ですが、戸高選手自身のコンディションはいかがでしょうか。まあ練習もみんなと同じレベルでできているので、まあ、これが継続してできれば、まあ、もっともっとこうコンディションも上がるし、もっといいプレーもできるのかなっていう手応えは感じています。そして今日からは、鹿児島戦に向けてチームが始動しました。今日はどんなことを意識してトレーニングに臨みましたか。まあそうですね、まあ大きくこう変えたことはまあないんですけど、まあ小さなことですけど、まあこうしっかりこう走り切るだったり、まあ最後まで諦めずにこうやるトレーニングするっていうことはまあ意識してはやりました。そしてトレーニング全体を通して、あの明るい非常にポジティブな声掛けが多かったかと思うんですが、そこはもう選手で意識して行ってたところなんですか。そうですね、まあ、やっぱ結果がついてきてない状況なので、まあ、そういう中でもまあ暗くなっても仕方ないので、まあ、少しでもこう明るい声だったり明るい雰囲気をこう作ることで、次のゲーム試合に向けてトレーニングできればいいかなとは思ってやってます。そして次の、まあ、対戦相手鹿児島ですが、戸高選手が生まれ育った、まあ、九州ということで、まあ、相手の印象だったり、まあ、こういうプレーを見せたいとかありましたら教えてください。まあそうですね、まあ個人としてはやっぱり、もしこう機会が与えられプレーする機会が与えられれば、まあ、結果を出したいとは思ってますし、まあチーム、まあ、そういう形でチームに貢献して、まあ、流れが悪いこの状況をこう打破できればいいかなと思います。最後になりますが、ファンサポーターの皆様へメッセージをお願いします。まあ、結果がこうついてきたい状況なので、まあ、選手たちは、一試合でも早くこう勝利をつかめるように努力しています。これからもぜひ応援をよろしくお願いします。